こんばんは、ダンスボーカルグループウェバーダンサーでリーダーのアルファベット10番目の男 J でーす。ボーカルのハヤトだよ。ボーカルのタカです。ダンサーのリトルスキートです。ウェバーのラジオ今週もよろしくお願いします。イエーイ。ということで、久しぶりに4人での収録ですけども、はい、何年ぶり、何年ぶりだろう。0.0.、難しく考えようとしている人がいる。でも意外と久しぶりだけど、なんか変わってないね。変わってない、変わってない、ね、俺本当に久々だもん、このウェバーのラジオ。うん、本当に久々。そうだね。そうそうそう。最近何してました皆さんは。ピースの練習しました。ピース、うん、ツッコミじゃないの。あ、こんなんだった、そういえば。こんなんだったね、そういえばね。空飛ぶ練習しました。あ、すごい、あ、すごい、ね、めんどくせえなお前、もう乗ってくんなよ。でもさ、俺ら3人はさ、あのフレンドチキンのツアーに行ってたりさ、してたじゃん。そうだね。何気にね、お土産、お土産、実は、あ、本当に、あるの、本当にあるの、マジ、実は持ってきてて、やるね。これ信玄餅なんですけど、リアルなやつ、リアルなやつです。ちょっとバッグに入れてたから潰れてたらごめんなさい。マジで言ってんの？マジで言ってるよ。本当に信玄餅じゃん。本当に信玄餅だから、偽物の信玄餅渡すか。じゃあ信長餅、インスタにあげるね。いや、このツイッターにあげるんだ。4月24日に上がることでしょう。やった。はい、信玄餅食べてください。はい、ってことで久しぶりに4人で収録なんで、今週のウェバラジはですね、あのウェバーのライブのセットリストについていろいろとお話ししていければなと思います。もうだってセットリストね、ウェバー今、まあ、間もなく9年ですか。早いよね。立とうとしていても、だってそれまでにライブの数結構やってきたと思うんで、うん、結構なね、その歴史がある中でのセットリストについてね、ちょっといろいろ話していければなと思います。はい、ということで今週も楽しく元気にお届けしていきます。チャットも盛り上がっていってください。そしてたくさんのコメントもお待ちしております。ハッシュタグはひらがなでウェバラジです。それではまずウェバーの曲をお聴きください。ウェバーでハイユー。まだ見ぬ世界をチェイス、止まってちゃのチェンス、夢でさえ見えないなら Wake up more break on my way、 遥か彼方へ Let's move in on、 惑わされるな Keep it up、 どんな時でも Let's move in on、 Go wake my way、 Fly away、 掲げた夢は嘘じゃないんだ、 No way、 ほら吹く程度のバカじゃないんだ、 Break it down、 Break it down、 踏み出せ、 Break it down、 Break it down、 立ち上がって、お送りしたのはウェバーでハイヤーでした。改めましてこんばんは、好きなセットリストは、線香花火のツアーのやつかな、これは線香花火、ダンサーの J でーす。好きなセットリストはシャープウェバーハヤトでーす。どっちさ、一番最初かな、最初のやつ。あ、印象に残ってセトリは、はいはい、ハロウィンでコスプレした時のサマボル2レンちゃん、サマボル2レンちゃん、タカです。あ、安だね。好きなセットリストは、好きなというか僕も印象に残ってるもので言うと、ディセプションのツアーのセットリストですかね。ダンサーのリトルスキートです。ということで、Jさんが線香花火、線香花火2018年、うん、映像になってたやつね。はいはいはい。それはなんでまたあれですか、そのセットリストですか。いや、なんかすごいみんな頑張ったって思ってた。なんかあのセトリ結構大爆発したもんね。いや、あ、そっか、己の限界を超えるみたいな。みんな頑張っただし、うん、タカとかハヤトも率先して踊ってくれたって思ってて。なるほどね。大変でしたけどね。でも楽しかったですよ。いや、なんかこんなに踊ることなかったじゃない。あと多分4人のダンスナーも、もう一番振り細かくしてるはず。あの時って何やったんだっけか。三味線の音のやつ、あのタカが一番最後のルーティーン成功するか失敗するか否かのツアーをやってたやつ。
そんなことあったっけ。あったあった。そうなんだっけ。成功率何パーセントだっけ。タン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 。ああ、はいはいはい。電の時によっしゃーって言っちゃった。あ、やった気するわ。なるほどね。俺中山きんに君と一緒にやってんのシャーとか聞こえて。そんな隼人は何のセットリストシャープウェーバー。あ、一番最初のやつね。うん、初めてワンマンでウエストでやった時は。ウエストじゃないか。はいはいはい。その後にこうちょっと月を置いて名古屋と大阪にいたやつ。そう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 。なんか俺の中でこの曲数でワンマンやるんだ、うわーワンマンだって思って、新曲いっぱいできたじゃない。あ、そうそうそう、その日のねライブに向けて。そう、だから雨上がりの君と僕とかさ、ああそう、ワンダーランドとかさ、そう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 、バーニンググローとかさ、そう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 、その時にできた曲たちすごく今でもずっと大事にしてるじゃない。うん、やっぱりなんかいいなと思っていいなと思っていいなと思って、なんかそれをさ、なんかリミックスみたいな感じでこの間ツアー回ったじゃない。回った。ファーストで2021、シャープウェーバー2021、シャープウェーバー2021そうそうそうでしょ。そう、なんかそれをやったからこそより思い出深いセットリストになったなって思う。なるほどね。タカがハロウィン、あれいつだっけ、あのハロウィン、超前、だいぶ前じゃん。2017とか、あの対バンでね、そうそうそうやったあれで、俺らだけすごい気合入っちゃったやつ。そう、俺は鳥務めたんだよね、うっかりね。そうそうそう、あの日あれだよ、ゾンビストックっていつもこうお世話になってる、言ったら長谷さんにメイクしてもらって、ね、そうそうそう、ゾンビメイクとかしてもらって、うん、もうガッチガチで行ったら一番気合入ってたね。一番気合入ってたら、お客さんたちよりも誰よりも俺らが一番気合入ってたよ。スタッフが CD にあの音源を二重で入れちゃって、サマボルを頭とケツでやるっていう。いや、二連チャン、二連チャンだったか、あれ、うん、サマボル終わった後に袖になんかすごい大慌てなマネージャーがいてそれをタカだかJさんだかが気づいてなんか聞きに行ったら、うん、なんか間違えて曲2曲入れちゃったかもしれないからちょっとお願いしいって言われて帰ってきて、そう、ポジティブな、そう、Jさんが行って、そうで、こうこうこうでって理由言ったんだよ。そう、お化けが出てきちゃってつって。ああ、そんなこと言ってた気がするわ。だから俺がやろうって言ってそう、お前まで動いてるの袖でマネージャーってやってる、ごめんごめんなさいって、うん、なるほどね。俺その状況知らなくてこの人たち何言ってんだろうって思ってた。俺もそう、だからその時に、ルーティーンするバージョンとここでもう一回アドリブで踊ろうみたいなやつにした。スキータとジェイさんの踊るやつか。ああ、全然そうやったんだっけ。あのイントロの耳打ちでアドリブでっつって覚えてるもん。ああ、そんなこともありましたね。俺はディセプションの手取りなんだけど、あのディセプションってさ、あのアルバムを出してその収録されてるのが今までの表題曲たちだったのよ、うん、まあベストアルバムみたいな感じだった。そう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 、だからそれをこうまとめてさやったライブって多分過去にも1回しかないから、なんかもうあれが集まるライブはもう多分今後もあんまりないと思うし、うん、だから結構思い出に残ってるな、うんうん、結構大変だったもん、体力的にも表現的にも大変だったよ ね。だからすごくそれは体が覚えてるなっていうセットリストですね。なるほどね。っていうね、まあセットリストがいろいろあるわけなんですけれども、まあリスナーさんからもあの私の考える神セトリっていうメールテーマをちょっと募りまして、たくさんメールが届いてますので、そちらをねちょっと紹介していきたいと思います。はいはい、ラジオネームねっぴさんからいただきました。ねっぴ、ウェバーの皆さんこんばんは。おい、いつも楽しくラジオ拝聴しております。 Thank you。 今回は私の考える神セトリとのことで、私にとっての神セトリはこちらです。ファーストデイ、オールウェイズ、ビートザブラック、懐かしいの3曲です。この3曲なんです。懐かしいね。昔懐かしのお話をさせていただきますが、私がウェバーと出会ったのは2013年6月13日始まりの日やんけ。その日が鈴なりライブでのウェバーのお披露目の日でした、はい、以降10月までの4ヶ月間はずっと対バンライブで持ち時間の15分をこの3曲の順番を入れ替えたりして行ってましたね毎月もはやほぼ毎週のように毛布東京さんに通っていたことが懐かしいです。毛布ね。たまには新曲欲しいなとか CD にならないかなとかよく友人と話してましたが、今思えばその3曲でも毎回テンションぶち上がっていたので、ウェバーに惚れた弱みみたいなものですね。なので今や選曲に頭を悩ますほどの曲数になったことをとても嬉しく思います。2019年12月のクリスマスライブに数年ぶりにオールウェイズをやってくれた時は涙が止まる
止まらなさすぎて椅子からしばらく立てないレベルで嬉しかったです。私にとってはたくさんの思い出の詰まった大切なこの3曲のセトリを神セトリとして押させていただきます。懐かし話ついでにもし差し支えなければ2013年当時の思い出を教えてくださいということをいただきました。この3曲ね、ファーストデイ、オールウェイズ、ビートザブラック。この字面見るだけであーってなるもんね、うん、もうあの光景が一瞬で蘇るよな。ホーム東京のタイムテーブル思い出すもん。そう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 、あのほらなんか憂鬱な月曜日を吹き飛ばせみたいな、はい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 、浜浦だったりやったね、やってたじゃない。懐かしいわ。なんかこれがだってもうこの3曲でずっとやっててからの、そのさっき隼人が言ったシャープウェバーのなんかやつじゃなかった。それでね、新曲モリモリだったからお客さんもなんかすげえ楽しんでくれてたイメージはあるけど、大変だったけどね。2013年の思い出だってどうでした当時。いや俺の中での思い出深い話エピソードは、はいはい、ビートザブラックのやっぱりミュージックビデオの撮影なんですよね。ああ撮りましたね。すごい扱って、なんとかふとなんだっけ、勝ち時みたいなところで撮った。お台場行ったの。お台場の方で、うん、やったやったやった、撮らせてもらって、すごいなんだ俺らが駆け出しなのにすごくいい環境で撮らせてもらったじゃない。そうで、しかも5月だったんだけどすごい天気も良くて、よかったね。めちゃくちゃ日焼けして赤くなってたの。その写真いまだに持ってて、ハヤトその時からだってノースリーブだったもんね。俺基本その時の当時の衣装って俺ノースリーブが多くて、腕出すことが俺みたいになってた。なってた当時、それから3年ぐらいずっと袖なかったもんね。袖なかったよ。懐かしいな。もう今となっちゃファンクラブの抽選会であげちゃったからないけど。あ、そうなんだっけか、あの衣装。そうだよ、みんなだってさ、当初の衣装はもう、うん、ファンクラブの抽選会で、そうかそうか、抽選会でみんなにやっちゃったか、献上してしまったんで。なるほどね。懐かしいね。そうそうそう、懐かしいなとは思いますけどね。タパとこどうだった2013年。2013年、それこそ発足してウェバーが、俺もう一個あるのが、タカが赤髪だったの。あー、なんかそれもうちょっと後だよ、2014とか。違う違う、6月13日ぴったりに合わせて気合入れて赤にしてきたので、怒られたんだっけ。怒られてはなかったんです。あ、そうだったんだっけ。取ったんじゃなかったっけな。そう、赤にしていい。その時まだなんか俺ら の、 その髪型みたいなパーソナルの部分はなんか確立したわけじゃなかったから、なんか今となっちゃう高イコール黒髪ってイメージあるけど、うん、その時だいぶ尖ってたもんね、高も。2013年。色色何がいい芋。俺が芋かった話。違う、え、すごいチャラい芝居してたよなお前。チャラの芝居してたよな。ビートザブラックね。いやなんかね、急に言われてびっくりしたよ俺は。なんか女性ダンサーと愛し合ってたよね。誰だったかなあの人。あれだよ、中川さりさん。夢中にさせてたよな。夢中にさせてた。あれ中川さりさんじゃなかった。ビーツ・ザ・ブラックだっけ。そう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 、あのとあるお店を貸し切って。あのビーツ・ザ・ブラックの映像俺持ってないんだよな。あ、でも言うて俺も持ってない。完成品持ってないんだよな。思ってない。あれはどこにあるの。みんな思ってんのかな。え、多分なんかに収録した気がするけど、ね、どこにあるの。何なんだろうね、忘れちゃったね。まあ2013年ですってよ。はい、次いきます。ラジオネームリコリーさんからいただきました。ウェバーの皆さんこんばんは。おーい、今回のテーマは神セトリということで、はい、すっごく考えたんですけど、ウェバーさんの楽曲って全て神曲すぎて選べません。もう全部好きなんです。でもまあ選ぶとしたら、私の好きだったセトリは2017年ライブツアーバロンの最初の3曲、鮮やかなリーズンのリミックス、そして異次元ライダーときて、3曲目にサマキラチューンです、うん、当時私はウェバーを知りたてでリリーベしか行ったことなかったんですけど、DVD でこのライブの導入を見て、こんなかっこいいライブ見たことないって思って、このライブを生で見れてないことがすごく悔しかった思い出があります。もっと早くウェバーに出会ってれば見れたのになぁなんて未だに思います。そのライブ DVD を見てからはほとんどのライブに通わせていただいて、いつもどのライブを見ても今日のライブ神セトリだったなぁなんて思います。ウェバーの曲は全部いいので全曲ドーンとてんこ盛りのライブを見てみたいです。6月にあるライブめちゃくちゃ楽しみにしていますということでいただきました。はい、バロンも良かったよなツアー。てかこの3曲の導入ってこすってたよね何回か。ああね、ツアーの後だったか前だったか、台湾とかで。この後ね、鮮やかなリーズンリミックス始まり、異次元ライダーって流れすごいなんかやってたよね。なんかリリーベとかでもちょいちょいやってた記憶があるわ。やってたね。でこれにサマボルが入ってきたりとかさ、そう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 、やってたよね。
懐かしいね。懐かしい。でバロンもなんか良かったんだよな。バロンの俺さ、東京公演の演出すごい好きで。あれでしょ、バロンに繋がる時の風船。風船でしょ。風船のあの演出めっちゃ俺好きだったから、なんか楽しかった。でなんか誰だっけ、俺の風船が全然かかんなかったんだよね確か。あ、そう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 。でなんかこう、あいやってなったらタカが直してくれた。そうなんだ。そう、そんなことがありまして。どうですか。そんなことがありまして。これバロン純の印象かな。あー、そっか、イラスト描いてくれてる、うん、そっかそっか。それあれだよな、キネマとかでも。そうね、あれはポコだったか。ポコだった気がする。ね、イラスト描いてくれてる。お話もめっちゃいいよね。いいよな、バロン。ジェイさんは何かあります、バロン思い出。この時期はすごく大人に守られてたなっていう印象がすごいね俺。あのさ、このファイナルでさ、その大切をやったよね。あん時の振りが最後の通しリハまで固まんなかったんだよ確か。うん、うん、そう、初めてリハでできなくてすいませんって言ったやつ、唯一大切、はいはいはい、言われたかも。なんかそれはうっすら覚えてる。そう、ごめんって言って、で事務所にもすいません、もう一回だけリハの時間くださいって言って。そんなこともありましたね。やってた。いやだから俺もさ、その大切をさ、アンコールの最後でやったのかな、一番最後で。もう気が気じゃなかったもんね。めちゃくちゃ緊張したな大切。覚えてる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 。でなんとかやりきったのよ、あのミスせず。いや俺も多分ミスしてなかった気がする。そう、みんなね多分全然ミスしなかったと思う。あの気合の入り方はなんか覚えてるわ。すごい緊張したもん。いやもう体こわばって大変だったよねえ。まあ今もその DVD はあるので、これあれ ZEPP と一緒に売ってる。あ、そう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 、やべ名前が出てこない。アドベンチャー、アドベンチャーかと一緒にあるからね。ちょっとそれを見返してもおもろいんじゃないかなって。だって2017でしょ、うん、5年前。アドベンチャーの時の隼人の髪型がいいんだよ。アドベンチャーどんな髪型してる。大切な時の髪型がタカは俺が一番好きってずっと言ってる。言ってたね、ずっと言ってる。いや恥ずかしいんだよあの髪ずっと言ってる。そうな、うん、前髪かゆいし。前髪かゆい。わかるよ。それどうしてんのみんな。前髪あるじゃん。あるみんな、うん、あるある。我慢してる。我慢してまでだって俺だってさ、それこそ事務所入る前までとかさ、帽子かぶったりとかしてたの、ステージ上立つ時、うん、絶対的に。だから髪の毛下ろしてって言われた時もすごい嫌だなって思ってたよ嫌だなと思ってたよ。ジェイさんが尖ってた時代だ。そうだね。そういうの聞くとなしたくなくなる。ああ、そっか。髪は切んの。いや、考えてない、ね、じゃあいいじゃん。カラーだけしようかなみたいな。うん。セトリの話っていうか、これ俺の髪の話そうだ、なんかそうなってる、ね、髪セトリって言ったよね。おお次行きます。大荒れ大荒れよ。次行きます。パワーで持ってった。ラジオネーム南さんからいただきました。ウェバーの皆さんこんばんは。こんばんは。毎週楽しい時間をありがとうございます。今週のテーマは神セトリということで、私のおすすめのセットリストを紹介したいと思います。ウェバーの皆さんもこれだけはちょっとめんどくさいなってことありますよね。ない。あるよ。ありますよね私はお部屋掃除が大の苦手でなかなか動き出せません。なのでそんな時に聞くセットリストです。まずはやる気を出すために個人的にテンションが一気に上がるムーブからスタートします。動くね。そこからサマーキラー、サマーボルス、ノキラと続き、ノリノリになりながらお掃除を始めます。そこから鮮やかなリーズン、ファーストデイ、雨上がり、ホコリと太陽と懐かしめなゾーンを通過して、スタンドアップ、ハイヤー、フリーカー、ゲットリッド、レッツゲットラウドと掃除に飽きるであろう時間帯を乗り越えます。そしてハローサンシャイン、イエローサンライズ、笑顔が叶いますようにで落ち着きながら掃除を終了させます。こんな感じで最後までいかにテンションを下げずに掃除をするかがこのセットリストのポイントです。ということで、この人はあれですね、自分の考えたマイセトリ、マイセトリ、掃除編。めちゃめちゃ掃除に時間かけてるね。確かに何曲あるムーブ、サマキラ、サマブルス、ノキラ、一気にやんじゃん、うん、あ、全てをね、うん、あ、だから大掃除レベルで、まあ、苦手っていうぐらいだからね。まあね、気分上げないと、一気に休みの日にやるとかなんじゃない。確かに。でもさ、このセットリストがあるってことはさ、そのスノキラまでノリノリになって、そこから鮮やかなリーズンに移行するってことは、そこまででなんとなくもう大変なところはさ、過ぎとかないといけなくない。なんかちょっと部分掃除じゃない。ああ、なるほどねでもお掃除を始めますって書いてない。ノリノリになりながら
まだ始めてない。そう、始めてない説あるよ。気分上げてなるほどね。気分上げて、あー楽しいな、よし準備しようか。はい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 。15分20分あれ鮮やかからようやくそう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 やりだすんだみたいな。なるほどね。でファーストで今日はこれからって言いながら、まもなくね。そうですね。大のお掃除が大の苦手でなかなか動き出せませんっていうぐらいだから相当動けないんじゃない。あまあ腰は重いよな。やり始めたら早いんだけどね。やり始めると止まんなくなっちゃうね。そう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 、わかるわ。そのやり出すまでが本当に4日ぐらいかかるんだよな。かかりすぎなの、うん、もう何回か忘れてるでしょ。何回か忘れてる。それも別日だよ、うん、でもそ本当にそうぐらいかかる。わかるわ気持ちね、うん、まあ確かに。なんか今回はほら、南さんは掃除だけど、なんかこうやるときに聴いてる曲とかある？その現場に行くまでの道とかさ、帰りとかで。俺寝る前に最近あれ聴いてる、ヒーリング系の。よく眠れる癒しの。そう、なんか眠る音楽みたいな。え、それって効果ある？あ、でもなんか呼吸が整う感じがする。あ、俺ダメだったな、ね、マジで。全部俺なんかその楽曲のそのスピード、BPM とかスピードがあるじゃん、うん、そのスピードに合わせて呼吸が整うから、はぁーみたいな。ここまではやんないけど、おじいさんに、うん、っていうなんか呼吸が整う感じがして、そのままぼーっとしてたら15時間ぐらい寝てた。でも効果てきめんやん。てきめんすぎじゃん。でも別にぼーっとすれば寝れるんだから、なくてもいいんだろ。いや、でもなんか本当に寝れない、うわ今日はなんか寝づれえ日だなって思う時はアイマスクして音楽かけると爆睡。あ、そう。全くないの。タカなんか言ってたよね、その寝つきというか悪いというか。ね、ね、全然寝れない。寝れても最大2時間なんだっけ。3時間。3時間。3時間が平均。すごくない？ちゃんと寝てほしいよ俺は。ね、怖いんだよね。怖い。そう、起きれるか。あ、次の日にってこと。うん。あと3時間無駄にするって思っちゃうのよ。あ、睡眠時間。そうそうそう。だから8時間寝るってなると8時間無駄にするって思っちゃうの。まあ確かにな、確かにね。だから本当は寝たくないんです。そう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 。何かずっとやってきたいんです。そう。でもほら仕方なくショートスリーパーの人はなんかトータル1時間半で済むみたいな。いや、あのね、全然俺多分ね、ちゃんと寝なきゃいけないの。ああ、本当はね、体質的には。うん。そのパッて覚めてその全部リセットされるじゃん多分ショートスリーパーの人って、うん、普通にみんなが8時間寝た感覚じゃん、うん、俺はしっかり1時間なら1時間の睡眠しかないからきついきついよそりゃ。そんな高くんもなんか聞いてるセットリストとかある？セットリストとは言わないけどプレイリスト的な、なんかこういう時にこういう曲聞いてるなみたいな。いやだから全くないのよ俺。なんか自由に好きな曲聞いてるイメージあるけどね。なんかその時のテンションでなんか自由に好きな曲を聴いてる。あのね、その時好きな曲だけを聴く。1曲だけ聴いてる、ずっとリピートで。あ、1曲だけなんだ、うん、そのアーティストさんとかじゃなくてリピートでその1曲をエンドレスリピートしてる。え、飽きないの？飽きない。今何聴いてるの？今はね、川島英吾さんの時代遅れ。あ、うん、それをずっと聴くんだ。そう、で、ちょっと真似してる。どういう感じなの？え、どういう感じなの？時代遅れの男になりたいっていう感じもちょっと寄っちゃってる感じ。何やってんだそれは。瀬戸りっていうかまあ一曲かな。一曲か。ピンポイントや。ピンポイントで命かけて聴いてんだよな。Jさんとかなんかある？曲を聴かないんだよね。あ、そもそもラジオを聴いちゃう、ずっと。ああ、それもおもろいよな。俺はずっとラジオ聴いてる。わかるわかる、ラジオはね、いいよ。だから本番の日だけはその日のセットリストを聴きながら行く。はいはいはい。あとリハも全部。へえ、イメトレ。本番が近づくとその日のセットリストで全部終わるまで。あ、そのライブが終わるまで。ライブが終わるまで。あ、そう。あ、じゃあ流れで聴くんだ。そう、みんなで行く新幹線で行く時も絶対家からまずセットリだけを聴いて。あ、でもそうかも、リハ音源聞いてる俺。そう、あ、俺もそれは終わらせるかな。へー、それをルーティンにしてあれ本番だようにしてる自分の体が、はいはいはい、あ、なんかその意識的なものからちょっとそういう。あとそれやってれば瀬戸り覚えるし。ああ、そうね、うん、まあね。え、何ですか？たまに出てない時あるよね。次の MC の次の曲、あーとか言ってる時ない？ないよ。新幹線何聞いてんの？え、何見てんの？ YouTube 見てる。YouTube で何見てんの？え、ゲーム実況。ハヤトも今後からはちゃんとセットリストを聞きましょう。断る。断るなよ。断るなよ。はい、ということで南さんからいただきました。ありがとうございます。よし。
はい、ということでたくさんのメールありがとうございました、はい、でですね、ここであれなんですけれども、今回そのセットリストの話をしたじゃないですか、うん、まあ、セットリストの話をしたのも、まあ、6月に、まあ、次の僕らのライブなんですけど、ベバースペシャルライブエボリューションっていうのがあるでしょ、うん、それの、まあ、ライブっていうのはタイトルにも入ってる通り、エボリューション、アルバムのエボリューションに収録されている楽曲が、まあ、ライブのセトリの主な中心の楽曲になってくるとは思うんですけど、ファイヤーとかやってないしね。そうそうそう、っていう曲もあるじゃない、うん、だからやるんだけど、ライブってだいたい20曲からアンコール入れて22、3曲ぐらいなのよ。で、まあ言ってこのエボリューションっていうアルバムは、まあリミックスを除くと9曲なのね。9曲だとほら半分以上埋まってないじゃん、あと11曲足りねえんだ。そう、10曲以上は足りてないから、だから、まあ、その半分は俺らが決めるにしろ、そのもう半分だから5曲ぐらいをちょっとファンのみんなに決めてもらってもおもろいんじゃないかなっていう、うん、今回ねみんなと話してそうなったじゃないですか。いいじゃん。なんでそれをね、みんなからのリクエストを受け付けたいなと思っております、うん、でこの情報っていうのは本日出てて、ファンクラブの入会している方のみにはなっちゃうんですけど、ライブで見たい聞きたいやってほしいウェバーの楽曲リクエストっていうのをね受け付けていきたいと思います、皆さんの選曲によってセットリストもガラッと変わることもあったりなかったりみたいなことなので、皆様からのリクエストをねこれから募集していきますので、どうぞよろしくお願いしますということです。ちなみにこれ締め切りとかあるんですか？締め切りは、今日から始まって5月15日が締め切り。5月15日いっぱいかな。だから23時59分までかな。だからツアーの1ヶ月前は約そうですね。そっから俺らがセットリスト組み立ててリハーサルやってみたいな時期に入ってくるんで、カツカツですね。そうそうそう、しっかりだね。ただそのリクエストを受け付けて、そのランキング形式でやるっていうよりかは、その そっからこっちが厳選してやる、うんうん、ああまあそう、そういうことか。 そのセトリに合うかわからないしね。そうだね。急にどうした？まあでも、まあ、できるだけその投票数の多いものから順には選ぼうかなと思ってるんで。なるほどね。はい、皆様からの、リクエストを、どんどん受け付けておりますので、よろしくお願いします。そして皆様からのメールもお待ちしております。募集する際は公式 Twitter から事前にメールテーマのお知らせをいたします。その他は普通歌やウェバーの楽曲リクエストはいつでも受け付けておりますので、気軽にメールください。採用された方にはウェバラジのロゴに日付とラジオネームを書いた壁紙画像をプレゼントいたします。メールアドレスはウェバーラジオ0613@gmail.com weberradio0613@gmail.com です。はい、それではここで一曲聴いてください。ウェバーでエボリューションキープリミックス。私の季節脱ぎ捨てたシャツで太陽が照り返せば君は女神様。何を音と君のスマホシャッターオン、はしゃぐ姿と手をもっと僕にも取らせて。雪で隠してさよ Web のラジオエンディングでーす。今週も30分ありがとうございました、久しぶりに4人で収録ということだったんですけど、久々だったね。ね、楽しかったですね、うん、まあ、セットリストのこういろんな話とか、まあ、過去のライブの思い出とかいろいろ語ったんですけれども、はい、まあね、6月にはエボリューションも控えてるということで、うん、そのライブを楽しみに待ちましょうということで、Web からのお知らせをさせてください、はい。5月7日土曜日 MX 祭りダンスでカラフル踊ってハッピーの開催が決定しております、はい、場所は日比谷野外大音楽堂で行います。出演がアンミカさん、クリス松村さん、そしてパパイヤ鈴木さん、エバトさん、大瀬さん、タカハヤトリトルスキーと福井大輔、エンビーガブリエラ、アルスマグナスパイツ、鈴なり障子宴会部、そしてガレッジセールのゴリさんがゴリエとしてのゲスト出演が決定。さらには AKB48 から小田エリナさんの出演も決定しています。
そして今回のイベントは東京 MX 情報バラエティ番組土曜はカラフルさんとの合同企画ということで、土曜はカラフルさんの公式 TikTok やそれぞれグループアカウントにてダンスでカラフルオリジナルダンスを投稿しています。振り付けはパパイヤ鈴木さんが作ってくれました。皆さんもぜひダンスでカラフルのハッシュタグをつけて TikTok で投稿してみてください。よろしくお願いします。そして5月26日から29日プランチャイム若手激推し公演パート2フレンドチキンボリューム2ザファイナルの開催も決定しています。はい、脚本演出に大瀬さん、キャストはウェバーから隼人隆、リトルスキーと福井大輔、小家志音、小崎玲二、竹内達樹、松浦美希る、さらに大先輩親父ダンサーさんから大津年金手帳さんの出演も決定しています。劇場は築地本願寺ブディストホールで行います。公式ツイッターも開設されていますのでぜひフォローしてください。そして2022年6月4日から5日ウェバークラブプレゼンツシャープウェバ旅日光でニッコニコ見ざる言わざるウェバざる、いやそこはウェバざれ今度こそというのが開催決定です。サイトルすごいお前がつけたんじゃないお前じゃ、ファンクラブでね、皆さんと一緒にこう旅行ツアーをね楽しみましょうという企画でございます。皆様たくさんの思い出を作りましょう。よろしくお願いします。そして6月12日日曜日ウェバースペシャルライブエボリューションの開催決定です。場所は渋谷のビーツ渋谷にて行います。そして本公演は生配信も予定しております。チケットの詳細も情報も出ておりますのでぜひチェックしてください。そして先ほどもお伝えした通りファンクラブに入会されている皆様からのライブでやってほしいリクエスト楽曲を大募集しております。受付は5月15日までとなっております。ぜひよろしくお願いします。詳しくはウェバーオフィシャルサイトをチェックしてください。ということでウェバーのラジオ今日はここまででございます。たくさんのメールそしてコメントもありがとうございました。来週もぜひ聞いてくださいね。それではウェバーイバ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 イ涙は戦争ウェイ You can't stand 恐れるモノクロー We are the rainbow 街割らない普段そのライフ どうぞ好きに行こうそんなのやもう無理全て悟ったようなフリーカーそうやって勝て弱いするフリーカーならいっそはめ外してプレイ楽しむだけさ何度だって立ち上がれ Meet waiting for the sun